モンスターバース最新作の、ゴジラ×コング新たなる支配者、が2024年ナンバーワンの大ヒットスタートとなりました。日本では4月19日公開ですが、ゴジラシリーズとしても最大級のヒットへの日本の反応をご覧ください。初動1億9400万ドル、なソニン。面白い要素しかないからな。みんなバカ映画を欲していた。それは本当にそう。なんつうかハリウッドのポリコレ疲れに劇薬のように効いたんじゃねえかな。ポリコレ要素全く入ってないとかじゃなくてちゃんと昨今の自由に乗ってポリコレ要素は入ってるとのレビューもある。それはそれとしてゴジラとコングでパンチ、パンチ、パンチ、な映画ってだけで。メインのゴジラとコングにはポリコレ要素なんて突っ込みようがないからな。想像とレビュー内容がほぼ一緒すぎて逆に不安になってくる。バカハードルが高まりすぎてる。一線超えると聞いて楽しみにしてる。ワーナーだったかどこだったかあっちの予想じゃ5000万ドル、5500万ドル予想だったのがえらい跳ねたな。予算も1億3500万ドルとの予測だからモンバスの未来は明るい。公開参加で制作費回収したのすげーな。2024年公開作品としては現時点最高のスタートダッシュだからな。ジューンに超えたのすげーな。おい、なんで怪獣映画がタイタニックとかアバターとかアベンジャーズ級になってる。実質怪獣界のアベンジャーズだろ。ゴジラもアベンジャーズみたいになってくのかな。今のところ映画は2年に1回だし、ドラマも何作もって感じじゃないし飽きられない程度の定番目指してる感はある。主役晴れそうな怪獣はそんなにいないだろうし、役わかんなくなるくらいシリーズが分岐はしないと思うな。もし今のこのままのペースで言ったら全米歴代1位のスターウォーズ EP7 の9億ドル余裕で抜けるらしい。それは絶対にない。EP7 は初日で全米だけで1億2000万ドル稼いで、3日で2億4800万ドルだぞ。あれはマジで社会現象レベルだったからね。ゴジラで全米オープニング8000万は驚異的な数字だけど、でも最終的には40億ドル目指すとか言ってなかった？初動約2億ドルってかなりすごいのでは。このままのペースでいけばスターウォーズになれるくらいには。これ系のはちゃめちゃ映画は初動すごいけどウッペンハイマーとかみたいに持続的な伸びはしにくいから6億いければ大成功だと思う。5億ドルくらいでペイだな。主演俳優陣による世界の宣伝案やが少なそうだから広告費も抑えられるんじゃないかな。イギリスでの宣伝はゴジラとコングのフォトスポット作るとかだし、今回 IMAX3D がないのが残念。地下帝国とかいうロマンある設定いいよね。日本も1ヶ月も遅れずにさっさと公開しろ。一応ゴジラでアカデミー賞取った国なんだろ。日本のゴジラは日本で先行公開されるからこれでおあいこだ。迷子時も割と宣伝になったんかなこれ。なのかな？前作考えると急に跳ねてるし。今までのハリウッド版と比べてどんくらい？2014版が9318万8384ドル。キングオブモンスターズが4777万6293ドル。前作のゴジコンが3220万ドル。で、今回のアメリカオープニング講習が8000万ドル。だから迷子時効果が強いものと思われる。迷子時がオスカー取ったのがタイミング的にちょうど良かったんだよな。あと宣伝が完全にプロレス推しにシフトしてるのも。スーパーヒーローブームが落ち着いて、他のエンタメが求められてたんかな。あとアメリカのいろんな不満を吹き飛ばしたい。社会がめちゃくちゃになってほしいって欲求が、マイナスワンからのすればで怪獣ブームが来た可能性もある。2014から考えたらめっちゃシリーズ続いてるな。そんなに昔だっけ。日米含めたら2、3年に1本は新作映画が公開されてるんだよなゴジラ。アメリカのゴジラが10年も続くシリーズのコンテンツになるとは。エメゴジの頃には想像もつかなかったな。このシリーズ新作出るたびに頭悪くなってる。一旦シリーズ畳みかけてたとは思えない盛況ぶりだ。マイナスワン大好きだけどこっちの方向性も大好きなので早く見せてほしい。日本はドラマ重視でアメリカが怪獣プロレスって区別されてきたな。アメリカのファンは俺たちの方はこれでいいのか。って思ってるみたいだが。レビューで昭和後期のノリとか書かれてるのは伊達じゃない。マイナスワンで高くなりすぎた知能を極限まで下げる頭脳プレイ。外人って意外と怪獣好きだよな。日本人よりヘビロテしてるやつが多い気がする。キングコングというかゴリラって生き物がめっちゃ人気だよねアメリカって。ゴリラ人気のきっかけがキングコングじゃないのか。歴代トップ10は無理でも少なくとも続編は G を抑えんでそうな勢い。ゴジラ単体の続編も見たいな。ゴジラファミリー出してくれ。今回売れたら次回作ゴジラ掘り下げたいって。やっとか。コングほど伸びないのは分かってるから予算抑えめで最高のを作ってほしい。
ゴジラが出てくるまで割とフラストレーション溜まるけど、コングがガントレットつけてゴジラが出てからのカタルシスの展開がめちゃくちゃヤバいらしい新作。ハリウッドの予算で最高に金をかけて作られた東方チャンピオン祭り。しかしモンスターバースでは一番低予算だぞ。怪獣の出番増やしたら作る費用も削減できてウィンウィンになったのは笑う。ただ全部を一からデザインやらモデル構築してとかだともう少しかかるんじゃないかなとは思う。モデリングの有用できたり今回背景が砂漠とかどうとでもできる地下世界ってのもあるんだろうな。マイナスワンほどじゃなくとも日本でも少なからずヒットするかな。コナンと公開時期が被ってるからかなり厳しそう。20億いければ大健闘な感じするな。続いての話題はこちら。ゴジラ×コングの評価が予想通りすぎるわら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 。でしょうね。おバカ映画ってことだな。なんてわかりやすい。ストーリーは薄い。つまりめちゃ面白いってことか。めちゃくちゃ信頼できるスコアだなこれ。絶対面白いやつじゃん。いやこれはむしろ評価としては誠実な評価をしてくれたと思う。左90とかだったらたまげるわ。むしろ60近い評価なのびっくりだよ。20、30じゃないんだ。正しい意味で評されている。素晴らしい作品。まさに神話100点。とか評する映画評価がいたらそっちの方が信頼できないからな。そうかもうアメリカだと放映開始したんか。ポップコーンムービーは総じて評論家票は低い。観客票は流行り廃り含めたフィーリングだから読めない。他に同じような評価受けてる作品ってどんなのがあるんだろう。マリオで散々荒れたやん。映画スタジオがアメリカ人を洗脳する典型的なポップコーンバカ映画。ってディスられたかわいそうなランページ巨獣大乱闘。ファイナルウォーズほどバカじゃないだろう。アメコミとかだいたい30、70から50、90ライン。モービウスの 15%、71% が的確。ゴジラ VS コングは逆に高いな。コロナ禍でみんなお家で見てたんだけど内容に不安感とか一切なかったのが良かったんだと思われる。キングオブモンスターズもスレガみたいな評価だったんだろか。だったよ。キングオブモンスターズもスレガみたいな評価だったから個人的にはまだ安心できない。キングオブモンスターズは要所要所面白いポイントはあるんだけどとにかく画面が暗いのが気になった。バーサスコングはその辺良かった。前作はストーリーはない方がマシなレベルだったのが惜しい。正直前作はストーリーはコメントに困るしな。博士の血縁出す意味あったのか。ワーナーが悪い。そやまあストーリー的には仲違いしてた奴らが共通の敵を協力して倒しますだと目新しさとかないしな。一応毎回いた日本人枠今回は完全にない感じかな。評論家の人の、評論ってストーリー何点、演出何点、って項目ごとに点をつけるから勢い100億満点、とかはできないんだよね。って意見見て難儀だなって思った。体裁保たないといけない評論家様は大変だな。個人として面白いとか面白くないと思ってもそれをそのまま書けないなんてな。まあそれが評論だからな。そこで感情に流れてコング大好きだから100点満点です。って言ったら評論ではない。それで飯食ってるしな。需要と供給が一致したやつ。怪獣映画はいろいろできることを証明してて嬉しいよ。ゴジラはシリアス路線やってもいいし、怪獣プロレス路線やってもいいっていう観客との信頼があるから、模範的エンタメ映画の得点。見てるだけで頭が悪くなりそう映画。右は思ったより怖えな。って期待値上がる。左は、思ったより怖えな。マイナスワンが大絶賛されてそれに比べてアメリカのゴジラは、みたいな空気が向こうにもあったから今回低くなるかと思ってた。割といい感じだな。見事なまでのそれはそれこれはこれすぎる。少なくとも制作がめちゃくちゃ楽しかったんだろうなってことは伝わる。評論家大体感想が、怪獣のプロレスずっと見せられる最高、ストーリーは薄い、みたいな感じ。みんなプロレス好きだよね。なんたって俳優ストの影響1ミリもなかったくらい怪獣しか出てこない。小難しい話よりまず怪獣って最高、する?賢い。つまりキービジュで期待できるようなシーンばかりってことだな。PV だの何だので出てくる映像すべてがおバカ映画だからな。なんでコングがメカアームみたいなのつけてんの?かっこいいからいいけど。コングといえば電気属性だからな。そういえば雷に打たれて電気属性エンチャントされたこともあったな。ムートンは頑張ってデザインも引き算してて日本の怪獣理解度高かったよね。個人的にはアメリカの怪獣はネーミングセンスがなんか違うと思うけど。日本の怪獣とかの名前は、ん、とか濁音や羅行がよく使われてる気がする。マイナスワンが海外ヒットしたからさらに観客増えてそう。